皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。俳優、アーティストの北村匠が初めて脚本。監督を務めた短編映画、世界征服やめたが、2025年2月より公開されることが決定。コメントが到着した。写真、まっすぐカメラを見据える北村匠取り下ろしインタビューカット。本作は、独特な言葉のセンスとパフォーマンスで注目を浴びながら、 2011年6月23日に不慮の事故でこの世を去ったポエトリーラッパー、不可思にワンダーボーイさんの代表的な楽曲の一つである「世界征服やめた」に強く影響を受けた北村匠がこの楽曲からインスパイアされて脚本を書き下ろし、自らメガホンを取り完成した。変化の乏しい日常をやり過ごす中で、自分なんて誰にも必要とされてないのではないかと感じる瞬間に。 とこの世から消えたいと思うことがないだろうか。主人公・彼方は社会の中で生きる内向的な社会人。そしてどこかひょうひょう、ひょうひょう、としてそれでいて白黒をはっきりさせたがる彼方の同僚の星野。星野の選んだ決断に彼方の人生は大きく揺れ動く。死の意味を知るとき、明日の選択は自分でできることを知る。 世界征服という途方もない夢を追いかけるよりも自分にしか書けない道がきっとある。だって明日は誰にだって平等にやってくるのだから。性にすがる使いの尊さと人生の主人公は自分しかいないのだと思い起こさせるヒューマンストーリーだ。北村は世界征服やめたについて僕の人生を変えた曲とコメント。 ら映画を作りたかったというのはお門違いなのかもしれませんが、世界征服やめたからもらった感情をいつか映画にしたかった。20歳の頃から言い続けた結果、自分が脚本、監督をやるまでに至りましたと本作への思いを語っている。映画、世界征服やめた、は2025年2月公開。北村匠海のコメント全文は以下の通り。 北村匠コメント全文学生時代の僕は正直絶望していた自分にとって未来が光あるものに思えなかったそんな中出会ったのがポエトリーリーディングという音楽ジャンル中でも不可思議、ワンダーボーイさんでしたそして世界征服やめたは僕の人生を変えた曲です不可思議 ワンダーボーイさんを知った頃には彼はもう亡くなっていました。悲しかったんです。あなたに救われた人は今もまだたくさんいますと伝えたかった。だから映画を作りたかったというのはお門違いなのかもしれませんが、世界征服やめたからもらった感情をいつか映画にしたかった。20歳の頃から言い続けた結果、自分が脚本、監督をやるまでに至りました。 社会人として生きるということそこには生活があるということ期待していた自由ではなく絶望すらもにじむ大人という概念の中で生きて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 生きるということ生きているということは何なのか笑うということなのかご飯がおいしいということなのか友達がいるということなのか暗闇ということなのか小さな光を具合つかむということなのか 何度も書けなくなった脚本に何度も何度もついてきてくれたスタッフさんやキャストさんエキストラの皆さん全員に感謝ですどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう